はい、皆さんこんにちは、流域ものチャンネルです。暖かい日がねどんどん増えてきました。しかしながら言ってもまだ2月の終盤、やはりですねまだまだ寒い時期や暖かい時期バラバラに来るようなことあると思うんですよね。そうしますといつも言うてるような寒暖差、水温の寒暖差、これが一番怖いですよね。でまたですね水質、冬の間ですね水替えせずにということで、外飼育ですね、私ところで言うところのこういう外飼育に関しましては水替えをしておりません。このビニールハウスに至ってはですねやはり水替えをしていかんといろんな水の色になるんですよね。例えばですね水替えしたらもちろんこんな色なんですけど、綺麗なね水なんですけど、まあこういう風なグリーンになってみたり、ちょっと黄土色、茶色になってみたりですね。ビニールハウスの中はですね平均気温もかなり高いので水の色もですねいろいろ変色していくんですけども、ただですねハウスのところはちょこちょこっと水替えしてるんですけども、やはりねちょっと困ったと言いますか、同じなんです、外と同じで。例えばすごい綺麗な水であったりする時もありますし、すごい綺麗なグリーンウォーターの時もあります。そしてまた黄土色になってる、先ほど言ったみたいな色になってるのもありますんで、一度ですね今回はですね水替えする前にですねどんな順番で先にメダカの桶を変えていったらいいかなっていうことを一回ね見てみたいと思います。はい、ということでですねうちのハウスの中はですねいろんな色の水がこうできてきます。そしてですねこのいろんな水に対しての私的な定義といいますか、もうサラ水でねずっと飼育されている方もいっぱいおられます。張り子や稚魚だけの時にそういう水にしている方もおられます。でその中でですね私の今やっている方法といいますか、ほとんどね今回は欲しいなってなかったので、やはり若干自分の中では成功かなと思っています。それっていうのはやっぱりグリーンウォーターで飼育しているのが私が向いているなと思っているので、まあなかなかね皆さん仕事しながらって言ったらずっとサラ水、綺麗な水、透明水ねいうのはなかなか難しいと思うんですよね。で私まあ一回見てみました。でいくつかに分けました、水の色をですね。でここまでやったらいけるんちゃうかなっていうのを一度出してみてます。まずはですね普通のねサラ水と言われる透明水ですね。で透明水がその地域にもよるんですけど若干こうグリーンになっていくんですよね。グリーン、これぐらいの水でしたらねメダカ泳いでてもね全然問題ないですね。ただただ少しグリーンになったと。ビニールハウスなのでバクテリアの、ね、繁殖とかも活発になっててですねすごくいい水だなと思っております。これがまた進行しますとですねこういう風な色になりますね。ここがこういうことですね。これぐらいの色になります。まあ、しかしながらこういう色もそんなに問題ないですね。ただまあ容器に入れるとこう黒だったり白だったりするわけで、容器によっての水の色、グリーンの色まで変わってくるんですけども、まあ心配ないグリーンですよね。で水もまあサラサラっとしてるんですよね。でもう一段階いきますとこういうこのグリーンのさ、これも別段ね問題ないと思います。冬ねグリーンウォーターで飼育したら怖いよっていう飼育者の方はまあおられるんですけども、やはりですねグリーンウォーターはって言うても皆さんがご存知の通りなんですけども、これはちょっと怖いのは夜はねやっぱりグリーンウォーター、こういう緑の水っていうのは呼吸してるんですけども、この水がですね呼吸しないと、緑の水が呼吸しないと、でそうなってきますと酸欠状態になると。しかしながらメダカは沈んでてあまり動かないと、活発な活動をしないということは酸素もあんまり使わない、だから需要と供給のバランスがちゃんとなってるということで今のところはいけてるような気がします。冬でもね、ですからこれぐらいのグリーンウォーターでも問題なく過ごせるんじゃないかと。そしてですねこれが進むとですね、これが進むと今元気ですね、メダカたちも元気なんですけど、これが進むとですねやはりね危ないですね。これが進んじゃうとここまで来るんですね。ここまで来ますとこのグリーンとねちょっと近くに寄せてみたいと思います。ここまで来ますとですねグリーンもう一個濃いですよね。こうなってきますとどうなってくるかというと、このグリーンが濃すぎるとほら見てください、なんとなくドロドロした感じないですか。上で越してるので水は水なんですよ。この水の濃度といいますか、この青水の濃度といいますか、濃くなればなるほどドロドロになってくるんですね。
これまだまだ、これまだちょっとマシですけど、もっと濃くなるんですね。こうなってきたら危ないですね。ですからもうこれのなる前、これのなる前、こことこの場面の中間の場面ですよね。この色とこの色の中間、ちょうど今上と下で中間になってると思うんですけど、もうこれぐらいになりますとですね、もう水替えした方がいいですよね。でちょっと薄めなんですけど、ここにもう一つ作ってるんですけど、こういう茶色、これも全然このぐらいの濃度でしたらこの茶色も生きないわけじゃなくて全然問題ないんですけど、これよりだんだん今ちょっとないんですよ、この時期ですから。結局このグリーンウォーターがこういう風になっていくんですね。濃度は違えど、こういうバクテリアの死の茶色い水になっていくんですよね。こうなってきますと本当にですね、怖いんです。はい、ですからこれも私は水替えします。これも水替えします。そしてこれはそろそろ水替えのサインかなっていう判断します。ですから、まあ、この最初の透明水、そして薄いグリーンウォーター、若干濃いグリーンウォーター、まあまあ濃いグリーンウォーター、めちゃめちゃ濃いグリーンウォーター、この辺の段階でですね、いろいろ皆さんもですね、これから春に向けて飼育されると思うんですけども、この辺の見極めで、まあ、水替え越冬された方は水替えも必要ですし、今後買っていただくにあたってだんだんこういう水が増えてくると思います。春に向けてね、春に向けてと言いますか、春から夏に向けてですね、こういう水ばっかりになると思います。そのサラ水で、綺麗な水で飼育しないという方はこういう水がたくさんになってくると思います。ぜひね、一度皆さんも水槽チェック、冬の間見なかった水槽の桶、今あったかい日も続いております。まあちょっと寒かったりもするんでしょうけど、どちらにしてもね、暖冬でいけると思いますんで、今からはね、一回チェックしてみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったかなと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。毎週金曜日は龍生き物 TV メダカでライブ配信やっております。名物のサガルオークションなどたくさんプレゼント企画もご用意しております。ぜひ皆さん遊びに来てくださいませ。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。